どうも、こんばんは、エネムです。今回は、クロニクルイベント、いつかの長久を、週末アニマのパーティーで攻略していきたいと思います。これ僕が初見で挑戦して、プレミアカーしてあれですね、一婚したパーティーですね。まあ、普通にやれば勝てるんで、やっていきたいと思います。でもまあ、フリ属性とか引いた時にですね、配置とかが悪くて一気にやられちゃう時があって、まあ、負けるのもたまにあるので、まあ、勝率で言うと、9割ないぐらいかな。9割あるぐらいか。ああ、なるほど。ってことは、フレンドの、週末アニマがユリ属性ですね、これは。平子はあれですよ、SSR 新たつけてきてるんでいいんですけど、断罪が、だいぶ低いんでね、HP。あ、一発で持っていかれますよ、これ。壁アクされたりすると。壁役で後ろから突かれたりするとね、一発で持っていかれるんだが、フリ属性でもどうだったかな。これ多分断罪死ぬな。あ、そっち行くんだ。平子に2回当てて壁役みたいな流れかと思ったんだけど、あ、死にましたね。断罪ってもうこれね、断罪いつも一番に死ぬんだよな、最初。この一撃耐えられるか。まあこの週末アリマのパーティー使うときは、いつもなんか鳴神の自伝の一戦で押し切ってる感じですかね。まあ、最初こっちの方が安定するかなって思ったけど、全然グールの方が安定するっていうか、赤岩カネキが強すぎて、あ、死んじゃった平子。ここから週末2人で押しますか。始めよう。これ届いてんの？よいしょ。ああ、微妙に足りないな。だからこの位置からアリマ叩けないじゃん。ほい。ああ、1まで持っていけましたね。もったいなかったかな。ここでバフの 90% バフ使って。多分持っていけないんでね、多分どっちか剣の方の有馬死にそうだけど、こういくか。持っていけないかな。あ、いけないか。惜しいな。まあ、こっからだいぶ敵ね、強力になるんだが、速度アップが結構凶悪。はい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 。まあこんな感じで、安定しないときは安定しないですね。うわ、微妙な位置にいるな。こういう2発当てづらい位置が一番あかんかもしれへん。まあ多分これで倒せるっしょ。はい、世界は間違っている。まあ気分によってね、グル飽きたなと思ったら週末の方使って、やってます。なかなかドロップ渋いですよね。それにしても、この破損率、代わりのクインケがいるな。ああ、こうやってね、UR 報酬でね、うお、来たと思わせてからの突き落とす感じ、上げて落とすみたいな、その 0.1 秒間に、ということで、いつかの長久を、今回は週末アリマのパーティーで、攻略してきました。皆さん周回頑張りましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。